ジンが頑張った。大阪大学合格発表。本日ね、3月9日土曜日、はい、はい、あの大阪大学の合格発表ということではないんですよね。いいですか？わざとらしい。朝9時にね、集合してたんですけれども、あの当日ね、あのなんと大阪大学サーバーダウンしたというところで、その場に僕たちいなかったんで、あの他の子たちがあのスマホで撮ってくれてるんで、ちょっとそれを見てあの感情を高めたいと思います。喧嘩知ってるんですけどね。はい。チーム頑張った。チーム頑張った。いける。いきます。いや、いかない。4211394211394211。おお、あるあるある。あたし、ほんまにきたー。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。この場所、この場所降りたかった。なんでこの場所降りたかった。ほんまに、ほんまに降りたかった。ほんまに降りたかった。おめでとう。ほんまよかった。ありがとうございます。すごいな。ほんまおめでとう。ちなみにあの大阪大学の何学部でしょうか？法学部の国際公共政策学科というのを取りました。ありがとうございます。素晴らしいですね。素晴らしいです。学びズム、いろいろ聞いていきたいんですけどね。なんでこのメンツかというと、一平のコンサルがユーマだったんですよね、はい、1年間二人三脚で頑張って阪大に行ったというところなんですけど、ちなみに一平、なんで難関しない専門塾阪大志望が来たんですか？それは中学校の頃から塾に通ってたんですけど、やっぱ自分で机で勉強するっていうのがやっぱ大事だと感じてて、中学から、はい、中学から感じてて、で、まあ、高校生入ってもやっぱりまあ授業もそれ大事なんですけど、自分の勉強する時間を大事にしてくれる塾がいいなと思って、探してたら、学びズムさんがやっぱ自習を大事に管理してくれてるっていうので、ありがとう。ちなみにその選択は正解でした？もう大正解です。あざっす。そう言っていただけて、あざっす。はい、じゃあ、まあ、うちの信念として、一番大切なのは勉強じゃない、ただこれを言っていいのは結果を出した人間だけだというわけです。もう素晴らしい結果、大阪大学合格、素晴らしい結果を出してくれたわけなんですけど、それが俺としては短大風情が言うなっていうふうに絶対言われるんですけど、大阪大学に合格するっていうことよりも、俺はもっとその人として成長したりだったりとか、人間として高まったっていうようなことを俺は教えてほしいなというふうに思うんですけど、この受験生活で得たものを教えていただいていいですか？はい、5人生の方が結構おったんですけど、はい、やっぱそういう方々にこう仲良くさせてもらってて、あ、そうだね、はい、うん、その中でやっぱ一緒に残ってるのが、発表の当日に、はい、そのいっちゃん仲良い5人生の方がいたんですよ、はい、合格発表を、はい、でその時に、まあ、自分向かって「しちゃあ分かった!」っていうふうに喜んでて、パッてその方見たら泣いてたんですよ。なんで泣いてんのかなと思って聞いたんですけど、じゃあなんか一平が受かったのが嬉しくて泣いてるっていうふうに言ってくれて、やっぱその時に感じたのが、やっぱりこう自分の中では結構こう受験勉強してるの俺やとか、うん、自分一人で、まあ、結構頑張ってるっていうふうに思ってたんですけど、やっぱその時にやっぱ自分だけじゃなくて、いろんな周りの人に支えられて、やっぱ1年間受験勉強これぐらいだなっていうふうに感じました。ええー、こと学んだな。いやええー、こと学んだな。いろんな人に支えられて生きていくっていうのはこれから死ぬまでずっとそうだと思うけど、特にお父さんお母さんとかにめっちゃ迷惑かけて、まあ、迷惑と思ってないと思うけど、甘えてやれるんだ。もうこの大学受験までじゃないですか。絶対親孝行してや。はい。まあ親孝行やけどな、だいぶ。よかった段階で。親孝行やけども、こっから18年間のね、恩返しをこう死ぬまでね、王将様にしていくようにしてください。はい。はい、もうね、多分受かってから、お父さんお母さんと話して、もう感謝気持ちは伝えたと思うんだけど、改めてね、このカメラに向かって、どうっていうのを、ぜひ、伝えてください。お父さんお母さん。
母さん、俺のことはあんまり勉強しろとか早く宿行けとか言うことなく、ちょっと距離を置いてけどやっぱちゃんと見守ってくれて、お弁当作ったりとか晩ご飯作ったりっていう風にこう見えないところで支えてもらってて、そのおかげで1年間頑張りました。ありがとうございました。僕からもありがとうございました。ありがとうございました。おめでとう。おめでとうございます。じゃあ、今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。